你可以加探油，老板你坐定。動画をご視聴中の皆様、こんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はこちら、千葉県の出汁にございます、ヤネックスさんにお邪魔させていただいております。ヤネックスというと、以前動画のコメントについていたフィールドですね。そのコメントでは裏取りをご希望されてたようですが、裏取りは何回かしたんだけどさ、珍しく正面突破でいい動画撮れたからどうしても投稿したって、要望あれば裏取りも投稿するかもです。それにしても天気が悪そうですね。うん。この日はとにかく悪天候で、大雨が降ったりやんだりで、ゲームを中断する人、先に帰る人も多かったですね。湿気も多く、シューティンググラスも曇ってしまう方が大量発生してました。各言う俺もその一人。午後のゲーム第2試合ぐらいまではいたのですが、土砂降りに次ぐ土砂降りで、電動ガンが壊れちゃかなわんと早めに帰宅してビール飲んでた例になります。実際ゲーム中に次世代グ36だか、HK416 だかが壊れたって言ってる人いましたしね。てか動画の方、少し前で過ぎじゃないですか。ゲーム開始直後はなんか生徒集まってたけど、今はもう大丈夫じゃね。はい、すいませんでした。勝てないです。絶対チューンで勘弁してください。調子こつすぎました。ダットのごとくにゲルって言葉あるじゃないですか。最近ウプ主見ててよく思い出すんですよね。さてちょっと早いけど、今回尺ないのでここでお願いし。ウポツ。ウプー。ポツあり。酒に炭水化物は一番あかんやろ。ラーメンってなんであんなにうまいんだろうね。個人的には豚骨醤油がジェスです。魚介醤油がいいです。塩鶏パイタン。楽しそうだ。わら。実際楽しいです。楽しまないとゲームじゃないですからね。動画って楽しそうにゲームしてるだけで面白そうに見えてくるからね。ある意味自分がどれだけ楽しめるかが、動画作成者の一番の腕の見せ所だぜ。HIT イコール小さい人いると困るから良いね。それな、言い方は荒いですが、オーバーキルされたくなかったら、速やかなヒットアクションとコールが必要ですね。特にコールだけだと誰が言ったか分かってもらえないこともあるから、アクションは大げさにした方がいいですね。その点俺はアクション大げさだからいいよな。ヒットして倒れるとか、完全にネタ勢ですけどね。まあ、小さいより良いのではないかと。さて、動画に戻りましょう。そしてここで一つ補足。今回ウプ主はバリケの間に銃口をくっつけて撃つ、いわゆる隙間撃ちを行っておりましたが、それはこのヤネックスさんが隙間撃ちを購入してるフィールドだから、行ったものです。禁止のフィールドでは行っていませんのでご安心ください。でもね、はっきりわかったよ。隙間撃ちとかあれ絶対当たらねえから。15メートル離れたらもう普通にバリケから頭出しした方が当たるわ。まあ、結局まともに相手を狙える撃ち方ではないですしね。隙間撃ちが公認していたとしても、実際の利用価値がどれほどのものか分かっただけいいじゃないですか。バリケ挟んだ向こう側にいる。ならまだしも、こう離れてたら無理だよね。ところでウプ主、今は何してるところなんですか？いやね、味方も聞こえてたらしいんだけど、敵の話し声が聞こえたんだよね。要するに、かなり近いところに敵がいると思うんだよ。FPS ゲームあるある。発砲音と声で相手の大まかな位置が分かる。ミニエイムなんて言葉もあるくらいだしね。生き残るスキルの一つなんだろうね。でもこのクソエイムだけはどうやっても治らないんだろうな。逆に考えよう。このクソエイムを補助するためにミニエイムが発達したのだと、目が見えない人はその感覚器官を補うために、聴覚、触覚、嗅覚など、別の感覚が鋭敏になるというじゃないか。ウプ主の場合、エイムを補うために裏取り、なるべく音を立てない移動、そして敵の発砲音やわなし声がよく聞こえるようになったと。そうそう。だからきっとエイムの練習したら他のスキルがガクッと落ちるって。お前それやこっち定例回クルガチスナイパーたちの前でも同じこと言えんの。私が悪いございました。わかればよろしい。さて、道後の方は二人倒しましたがもう一人には逃げられてしまったでしょうか。三人いたんですよね、あの場所。どうですかね。下手に動いても狙われてしまいますし、もう逃げてるかもしれませんよ。いや、なんとなくだけど、この人たちあんま逃げないような気がするんだよね。その場付近で様子を見るタイプと見た。もう少しこちらも様子を見て、見えなかったら生き返って攻めよう。お、出てきた。うわ、本当に倒しちゃったし。どうしたんでカウプ主、なんか変なもの食べました。なんで君たち俺が成長したっていう可能性を潰すの。まあ、ネタバレしちゃうと相手があんま慣れてない気がしたんだよね。
こっちの味方も次世代銃で激しい音立ててるのに、こっちに聞こえるくらいの声で近くではなすとか、位置教えてるようなものだからね。初心者狩りかな。声、音といった情報源の怖いところですね。サバゲーには UAV もミニマップもないからね。音が一番の情報ソースだよ。それゆえに、味方と固まって話してたりすると相手にここにいるよって言ってるのと同じだから、ハンドラインなんかが発達していくんだよね。てか今話してる間に敵撃ってましたけど、ヒット取れたんですか？いや微妙。距離も随分離れてましたしね。あんまり固執すべきじゃないということでしょうか。あとかんね。あそこに棒立ちして撃ってたら絶対やられると思った。それで一度引いてほか方向のクリアリングをしてからまた前に出るんですね。クリアリングは大事よ。そしてなんか影が動いてるなと思ったら、はい、ここ注目。敵が逃げる方向を予想しての偏差射撃を決めるかと思いきや、初弾がまさかの気に命中。ゲーム中はコリに気がつかず、ゾンビされた、と思ってました。俺じゃねえ、そこに気が立ってるのが悪いんだ。交通事故を起こしても悪びれる様子もなく暴言吐くようなチンピラは次元ありがとうございます。そんなあなたに天罰をプレゼント。おお、違う違う違う、俺が味方だ、青チームだ。お願い気づいて撃たないで。どうやらここ、撃つ主が思ってたより前線よりらしく、味方から発砲を受けてました。必死に腕を叩き、マーカーをアピールするも気づいてもらえず、ついに大声を上げる始末。完全に敵に位置バレしましたね。なんだ、俺なんか悪いことしたか。ついて言うなら、動きがコソコソしてて敵に見えるんですかね。ロイロイバリケード移動してるし体小さいしかがむこと多いから、マーカーが見えづらいのかもしれませんよ。マーカーが見えづらいのはあり得るから改善していこうと思うけど、動きが敵に見えるってなんなん。改善方法教えてくれよ。そんなくだらないやり取りをしている間に敵発見。初弾は漏れなく外していくスタイル。いけく射撃やし。次は当てるし。怖くない威嚇はやるだけ無駄なんやで。アルフィールドの店長さん曰く、初弾が最も大事。初弾で倒せなければもう勝てないよ。だそうです。おかしいよね。銃にはフルオートって機構がついているのに。何もおかしくはないですよ。可能であれば一発で倒せれば、それに越したことないですし。何よりこれはサバイバルゲーム。ヘッドショットや弱点狙う必要もなく、体のどの部位に弾が当たっても死亡確定なんですから。弾数を温存すればそれだけ戦闘継続時間が長くなるし、本当に必要な時に弾を集中できる。今のオープン主の打ち方じゃ、2、3発目に保険をかけていて、初弾の意識というか、殺意が足りないんだろうね。邪険エアコキ使って練習しましょうね。次エアコキって来回あるフィールドどこだっけ。お前ら生き生きしてんじゃねえよ。ほらほら、接敵してるんですから集中してください。俺だって頑張ってるよ。今回だってなるべくゼミオートでやってんだから。でもスルオートも使ってのまず3本中2本弾数にして約160発は撃ちましたよね。多弾はなるべく使わないっていう謎のこだわりがありますからね。裏取りを意識してのものなんでしょうけど。でも最近になって気がつく、多弾のジャラジャラ音って敵からするとほぼ聞こえない。裏取りって敵の背後を突く戦法で、そういう相手って基本正面に意識が集中してますからね。結局ジャラジャラするのって走ってる時であって、裏取りしてジャラジャラ音に気がつく距離にいる時って走ってるわけないんだよな。それより木に当たったり、枝を踏んづけないようにする方が重要ですよね。音立てなきゃ逃げられませんし。そして正面にいたにもかかわらず敵に逃げられるアカウントがこちら。畜生、急に逃げるとか言い始めたと思ったら俺を現実に引き戻す作戦か。そして今画面奥にキラッと敵の姿がありましたね。ここから狙える距離じゃないですが。まずい、マップ端から攻められてる。もう残り時間もあまりないから、こっちが攻めきらないと負ける。まあ、味方も自陣に少しはいると思いますけど、楽観視はできませんよね。俺だけが今突撃できるんだ。我に続けー。いくらなんでも突撃しすぎでしょう。ここ完全に敵陣ですよ。もう聞いてませんね。頭ん中に活躍の2文字しか浮かんでませんよ。そんな家中のクリヒロワンでも、こんなところに一人でいるから FF されるやなって。これは撃たれてもしょうがないと思いますわ。僕が味方だったら敵に見えます。いやむしろ撃たなきゃ。なんでも構わん。さだ敵戦闘を得た兵士は様か。敵さん、もう完全に戦闘の威力ありませんでしたね。そ、フラッグはどこだ。お姉さんがここにいるからきっとこの辺り。発見、最高の動画の撮れ高だ。最高の動画の撮れ高でしたね。まだ試合時間2分くらいは残ってたから、ゆっくりクリアリングしたら撮れてたよね。ということで、今回はヤネックスさんを堪能させていただきました。ブッシュが濃い目でバリケードも多く、隠れるところには困らない、いいフィールドでしたね。規模も大きいので、大人数でのゲームが盛り上がると思います。惜しむべきは天候ですね。何分雨がひどく、ぬかるみもすごかったです。ですがその分ゲリラ戦的な雰囲気も大いに味わってましたね。そうだね。また天気のいい日に遊びに行きたいと思いました。また今回は天候を良くするために、僕たちの声の速度を速くしてみたとのことです。さすがに僕の声は速すぎたので、今のところうーちゃん、うぶ主の速度はそのままに、僕の声だけもう少し遅くしようかと思います。ご意見、ご要望あればコメントにてご記入いただけますようお願いします。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。